じゃあバタフライガード上からの相手をプレッシャーを与えて固めてからパスってやつやります。まずバタフライガード受けたら中に手を入れて両肩を押しながらマットにつけさせて自分自身もくっつくと、そして頭を腹か胸につけて相手にぴったり密着します。密着してこっちの手を中から入れて相手の右足を掴みます。掴んだら自分の左足を下げて、そしてここに当てますと、で殺して、で今度こっちの手でこっちの足を掴みながらこの足を殺した状態で肩を掴んで横に行ってます。